じゃなかったんだね。よいしょ。この番組はさまざまなジャニーズ情報を発信しておりますので、ジャニーズ好きだよ、応援してるよっていう方がいたら、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。何個か前の動画で、うん、あの岸優太くんのとんでもない天然ボケですごくて、うんうんうん、天然ボケを発言をよくする平野翔くんが思わず突っ込んでしまうぐらい、うん、岸優太くんってすごい天然ボケ発言をするって言ったんですけど、言ってました、ね、それも全部撤回するぐらいのね、とんでもない、平野翔くんやっぱりとんでもない天然ボケだなっていうね2人すいかついな、はい、競い合ってね、競い合って、もう今回はね、岸優太くんが突っ込むぐらい平野翔くんの天然やばいな。逆に、なんかその料理の話してる時に、はいはいはい、中華まんの話してて、中華まん、うんうん、その時に平野翔くんがポロッと、うん、アンパンマンってま、うんがつくから中華まん、うん、だ何中華まん、なんか肉まんピザまんとかあるやん、カレーまん、それの流れで、うん、なんか急に思い出したから、アンパンマン平野翔くんは真剣な顔で、うんうん、アンパンマンはまんがつくから中華まん、言ってること言い出して言ってることがとんでもない、何を言ってんの、ね、さすがにもう岸優太くませて、うん、いやそのアンパンマンのまんはスーパーマンとかのまんでしょしっかりしたツッコミ入れるっていうね。それでも平野翔くん、うん、なんでピンとしてないのいつもそれもどっか行ってるやん、感情が誰でもおかしいやろ、それはみたいな雰囲気の顔をしてる面白いでしょうね、確かにね、一緒にやってたらな、ね、飽きへんやろね、飽きへんやろね。だから皆さんもね、もしね2人の面白い発言の情報を持ってるよっていう方がいたら、ぜひコメントよろしくお願いいたします。お願いします。